これ見て風呂入って寝るわ。スカーズ解説したるわ俺が。今日はね、スカーズのね試合をね解説します。徹底解説します。多分ねこれメジャー終わった後だからかなりねあれが高いはずです。モチベーションがね、モチターベーションが高いはず。ウィンドレンジャー、これはねウィーハーリスペクトですね。ドアが見えてますね。インボーカー、ナイトストーカー、ドローレンジャー、ベンジフルスピリット、インボーカー、もうこれはレンジですね。まあナイトストーカーは盾役ですね。突撃係ですね。あとタイドハンター入れたらいいんじゃないベンジとナイトストーカーが突っ込んでってベンジがファってやってドローレンジャーがチクチクしてインボーカーが雷を落とすっていう、サンストライクが落とすっていう。石ころ OD、 まあこれもメジャーで流行ったやつですね。全部これは何だろうな、よくわかんない。なんか嫌だからキャッチしたんでしょ。割とこれはね影響されてる。スレートって何、怖くないでね、わかんないわかんない。最後の枠なんだろうな。多分タイランダーとか来んじゃねえのかな。ナイトストーカーをフレンすると思う？エニグマ取る？エニグマ取らない？エニグマの運用難しいと思うんだよね。ちゃんと序盤の森を潰されないやつにしなきゃいけないでしょ。けどオフレーンがあるからいけんのかな、わかんないわ。ちょっと偉そうなことだけど全然わかりません。これスカーズじゃないか、これスカーズか、わかんない。これ2人しかわかんないんだけどスカーズだったっけ。これメンツ入れ替えたんかな。すぐはインドレンジャー、バウンティ動くでしょ。ライオン基本でこの3人でしょ。ほんでバウンティ動くでしょ。インドレンジャー多分ミッドやろ。ダズル消した、サポート消した、うんオフレーン消してきたの、ね、ブリードまず。そういえばアイスアイスアイスイーフォンも入ったんだね。んでいや流行りで言ったらもうタイドハンターしかないんじゃん。オフレーンって何がいたっけ。タイドハンターとなんかいたよな、なんかいたよなぐらいの認識しかないんだけどなんかいたよな。何取る？タイドハンター。フェイスレスボイドだ。フェイスレスボイドけど負けだから、ね。ネイチャーか。ネイチャーいたな。消したネイチャー。あ、これネイチャーかなり熱いな。これは割とありやぞ。ウィンドレンジャーのシャックルとシナジーあるしな。飛んでってシャックルして、でバウンティハンターもいるから、これかなり強いけどな、多分。うん、多分相性も悪くはないはず。まあインボーカーとかあれが嫌だけどな。ちょっと古いの来たけどここに来て最新のピックじゃなくてちょっと一昔前になっちゃった。使えなかったら意味ないしね。ポジティブに考えていきましょう。ビーストマスター流行りやな。オフレーンでいたなビーストマスターとか。そういえば割と皆さんメジャーかぶれになるっていう。っていうか他にもさ TMM やってるとこ行かなかった。フレンドオンリーなのに視界めっちゃ取るやん。ツアルで8分だこれ。あ、さよならか。さよなら真面目にやってんだねこれ。ここはここがあれか。誰やこれ。あ、 4V だ。すぐ解散してしまった。なんかここに来てチーム動き出したぞ。もしかして大会あるとかいうリークがあったのかな。アイテム見よう。単語これ何個なんだろうな。書いてほしいよな。スタック2個もらってる。ウィンドレンジャーミッド、クラリティ。クラリティやっぱ大事なんこれ。けどさ、単語もらってさ、単語1個とこれと無ジオカップが開催されるってマジ、うん、協力者3人いたら始まる。ビーマスオフレンでサポートでしょこれ多分。でこれキャリーでしょ、キャリーでしょ、サポートでしょ。みんなでボトムゲットだ。あ、最初初めて何かやった。とりあえずオオカミ出して。あ、出してない。俺が知ってるやつと違う。パンティハンター見てる。これ敵か。あれどっちが敵だったっけ。ワンチャンだかって言ってた。わけわかんなくなっちゃった。そうか、こっちか。あれそうか、こっちか。ビーストマスター。ビーストマスターペロペロしてた。ペロペロしてたな。このスローがえげつないんだよな。ペロペロ。これは嘘をついている味。ブチャラティに似てる。似てないな。スラーだ。ベンジさんのプレッシャー。おやんのここら。やんのここら。ワードいてある。おら、やんのここら。やんのここら。おら。盾持ってる。はい、痛い。はい、痛い。あっ痛い。ドローレンジャーが来てくれた。ここでドローレンジャーが下がるか、経験値するかだよな。ナイトストーカーがケツから来てる。ケツからマリコ様だ。あ、これ死んだわ。あ、かぶった。かぶったけど全然いける。ブロッキング。ブロッキングできない。あ、あと2発。あー、倒せない。これかぶったに痛いです。あー、いけた。早く打ってたからこその2発目。けど、こっちもやられる。お互いオフレーンがかなりきつい。これ3番使っていくやつや。いかない。ひよった。3番ってモーションあったっけ？いけたと思うんだけど、消える前にさ殴ったらどうなんの？効果出ないんかな。今助かったな、あの葉っぱのおかげで。昔から何、葉っぱは麻酔効果があるっていうかな。違ったっけ？バンティーハンターどうするかっすね。うわー、これちょっとライオンが先前行くべきだったな。難しいよな、この辺。多分今殺せたよな。ライオンさん地点指定で、ライオン前に、いや違うな、ここでバウンターでギリギリで待って、ライオンがこう前来た瞬間にやっとったら 0.3 秒ぐらい余裕あったかな、知らんけど。うわ、ナイトストーカーいかんの取ったわ。2発撃てるわ。これスラタ死んだわ。いったバウンティコハンターかな。これまだレベル1なんだよね。ちょっといけないですね。スラーダービクビクしてる。ワードないんだよね。ないんだよね。チュラ、これはチュラい。3歳。これ爪持ってたらさ、これだよな。実質低いよね。いや俺9000あるからな、大丈夫だよ。今日のウィンドレンジャーもかなり強かったやろ。考えてるときはいいけどさ、それをさ覚えてるかどうかって言ったらまた別の問題でしょ。何だっけなんだっけって何回言った。今日なんかさ、パッジいたの忘れてて死んだからな、普通に。教科書読んで終わりだな。無料は必戦でテンパるのと迷うのがなければ。いや、なんだよ。やはりライオンさん強かった。もうね、手が動かない。あ、死んだ。死なない。マナがない。なんぼなんこれ。80か。48か。マナないの分かってる、これ。けど前出れない。来たバンテンダーが助けに来た。いや、けどこいつ硬いんですよ。マンゴーがある。マンゴー食べるかな。食べない。あれ、これ死んだんちゃう。食べた。あ、食べて TP だ。いやー、これ握手でしょ。はい、なら。けど、ボイドリップ90倒せなかった。倒せないよな。いけるかなとか様子がかってたらバウンティーハンター来ちゃって、かわいそう。行きと帰りの当て方よくわかんないよね、これ。行くとき見て帰るとき左な。ダメだ、ペッペペマンにやられてる。お二人ともやれるんじゃない。ダブルキルあるで。ある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 。ダブルキルあれ。あ、そっちだ。2とは追わなかった。やられると思って逃げたのか。ライオンさん何取れるかな。ああ、うめえちゃんと見てた。けど俺見えてないの当てたからな。スタンがある。いない。ルスです。くそ、かわいそう。かなり殺し合ってんな、このゲーム。なんかさ、インターナショナルメジャーのさ、シークレット戦じゃないや、なんか割と3分に1回ぐらいしか人死なないこととかあったよね。一発食らったらもう不利だからな。一気に距離詰めて殴ったらいける。いや、無理だね。3番もうアルティメイトもないから。来たバウンティーハンター。やったれいけ。あー、素直しい。これカションでよかったんじゃん、さっき。ブブ特有のバカゲー好き。これバカゲーじゃないよ。普通に真面目にやり合ってる結果だよ。お互い攻めてる結果。3ストライクは当たった？当たってないね。どこに行ったか分かんないよ。ライオンがチューもあるし、スタンもある。出た。それ正解ですね、帰るんで。この2発が効いて、あら、なんだそれ。みんな育ってる？ドラウレンジャーは育ってるぞ。一人楽ちんで育ってる。これ作戦通りじゃないの？スピークはあぼちぼちか。けどボトムは大変だからな。スペックは楽になれないけどドローレンジャー楽ちんだ。これドローレンジャー強くなればこいつらも強くなるからな。マイナスやなこれ。ウィンドレンジャーっちゅうサービスはまあまあや。ウィンドレンジャーめっちゃ稼いでる。1キルしたから。あれファーストブラッド取られたよな。スラーダが取られたよな。わかんない。これ何いくと思う？なんか買った。あ、死んだ。これ耐えれるか？いや死んだでしょ。あーマナがない。あー硬いでそれ。あー3ストライクないです。あけど死んでく。スタンが上がる。そう離れた方がいい。死ぬのはあー死なない。あけど死んだ。いやらしい動きしたけど。あやの先輩これ軽減捨てない？スタンしたらよかったね。ねどうせマナ捨てるんだから。ドラウレンジャーはアジリティだ。皆の殴りが強くなる。なんぼ ?31 あって31とかえげつないよな。フェイズブーツで24とかそんなんだったっけ。おかしいよなドローレンジャーって。序盤弱えけど。フェイズブーツ誰か持ってないの？ウィンドレンジャー持ってないわ。これ押してもね。あ持ってる。24でしょ。1000ちょい出して24だから。まああれは付加価値だけどね。けど序盤で30増えるってなかなかだよな。30ってやばいよなよく考えたら。なんか昔さハイパー誰かのマグナスのスキルをお金に換算してたけど。これ死んだな。これはいいコンボ。硬っ。意外と耐えるね。あっホントに都合いくんかな。これ何いくんだろうね。ドラウレンジャーが死ぬ。ガション。キャリー殺し合いやなこれ。これねバウンティーハンターいるから割とこの構成でこうギャンク重ねていったら中盤からもう一回していけるし。ウィンドレンジャー当たった2番で返すか。いえ死んだ。これワンチャンインボーカー殺したろう思ってたな。あーサイレンスされた。ダメだ朝は弱い。おネームです。残念。ジャカジャン。あ、タロン持ってやってる。これインターナショナルじゃねえ。もうインターナショナル間違うんだよね。最近流行ってるやつでしょ。スラダは買ってないんだよね。普通のスラダ。一昔前の。さあ、殴り合いになったら、まあ、ヘルプ来るからな。あそこは大丈夫でしょ。森で狩りしてる。バウンティーハンターはレベル6なりたいですね、これ。何買うんかな。壺でも買うんかな。スペキュターが全然育ってないんだよね。総資産どっこいだ。ペペチョンまあどっこいだ。ああどっこい。何行くと思う？飲み込ん直だと思う？ミゼリー飲み込ん直だったよな。大体飲み込ん直だったよな。めっちゃ書いてる。誰が書いてるのこれわかんないんで。ナイトストーカーが書いてるのかスペクが書いてるのか。今のは分かった。こいつやバウンティハンターや。もうドローレンジャーを守るシフトできてるんだけど。こことここにもある。このラインでここでさあ大丈夫だなってトップ開けたらドローレンジャー1人にしてたらここ襲われるんでしょ。ここすかされてる間に。けどスモークで殺されて逆にここおられるパトゥーンもあるよな。読み合いよなそこは。飲み込やねこれ。アスペクシンだな。いやけどインビジュアルトップ可能性もある。いや機械能力高い。ライオンアルティメイトあるぞ。バウンティハンターと2人でやればいける。あ止められてる。逃げなかった。勇気の一歩。やはりね、前ステップは大事です。言ってた通りになったな。スモーク使ってた今見てなかったんだけど。スペックは逃げたね。ああ、アルティメイトは打ててないのか。僕たちは神の視点で見てるからいいけど、やってる方からしたらどっちだろうみたいな疑心暗鬼ドットだよな。どうなるんだよ。ライオンさんは確かクールダウン長いんだよね。リナが短いんだよね。今日最終的に40秒だもんな。だがなんぼで入るかだよな。倒せる、倒せるよな2人。あ、見られてる。3ストライクで逃げれる。これは一瞬受けてあげたん。これもしかして優しい。3ストライク2人でやければ熱くない。145ぐらい。ナイトラストヒットもらえず。ツボスペックだ。ここからスペック一緒に戦っていくやつやな。もうこうなったらラディなんか直行できないしな。くっそ稼げてたらラディもいいやろうけど、ファイターになるしかない。あ、これもっといってる。シュペクター、シュペクタータワーのダメージぐらい食らってねこれ。ダガーはまだちょっといけないですね。あー、これは甘えた。ビームはない。シャックルいって、ビームいって、なんだっけあれ、手裏剣だ。バウンス弾、それはいかんですわ。ライオン戦バックルダウン上がってない。スラダーはちょっと弱い。痛み分け。バウンティーのアルティメイト入ってたんかな。忍術手裏剣の術。このごちゃっとしてる間にワードを置く。バウンティーハンターがピンピンしてる。マジさ、バウンティーハンターいるから青ワード半端ねえな。もうワードだらけなんだけど。赤の方がワードいっぱい買ってんだからな。なんかワード買った数とか見せてほしい。あー、これはアステップ取りに行った。欲張った。いやー、死んだのはもったいないな。ちょっと削られてぐらいなかったけど。スルケンいいですね。シャックルしないですね。多分俺だったらシャックルしに行って死んでた。一回キル取ると調子よくなってまた前行って死んじゃうんだよね。なんだなんだ、もういいよベンジャーなんて。ドラウレンジャーが稼いでるね。稼いでないわ。もうとりあえずアジリティ稼いでんだけど。インボーカーは出すレベルかなこれ。ベンゲフルスピリット、ベンジミーケいた。あ、死んじゃう。逃げて。あ、そっちダメ。ガシャーン。いや、臆病なくらいがちょうどいい。あ、2個置いた。あ、バンティアンでカンパしようとして置いたんか。これ割れたんちゃうこの感じ。インドレンジャーかダガーやねこれ。この感じだが、しかしそれで人を倒せるのか。こうスラダーとこいつらにちょっとこいつに入らないな。こいつに入った時がなんかやってる、なんかやってる。インドレンジャーが仕掛けられてたっぽいな。ナイトストーカーがちょっと見てくれチラッ。周回マシーンスペック何行くんこれ。ドラム買うんかな。買いそうやな。カメラおかしい、カメラおかしい。なんか全力で。あ、死んだ。あー、おやすみ。動く夜のワード。おやすみ。あー、マジックミサイル。フォーチュン。マジックミサイル打ち上げの人とかもいるよな。エリュー。歌われたで。お金勝ってんじゃない？まあ、スコーズ。微妙だった。経験値は勝ってるね。めっちゃインビジカンパしよるやんこれ。よく見たらリオンくんの反応速度遅くない？リオンくんどっか見てたね。バウンティフル、バウンティさんいった。バウンティさんいったけどもう勝てないでこれ。1000あるもん。あ、やれるな。頑張ればいける。いや、スペックのアルティメイトはあるで。ツボはないで。ああ、ああ、きたー。これ逃げられない。デソレートは一発入った。おいバンティアンと早く手裏剣、手裏剣後ろに投げろ。あ、後ろにもう食らってたわ。いいよ。カンパはない。使い切ってる。にしししし。あらあら、腰かい取られてますね。こっち移してや。ビーストマスター見つかった。スラダー来てる。ライオンも来てる。カション。あー、抜くがない。あー、うろうろさせる。あ、なんだこれ。あ、これとこう行こうとしたのね。アイデアは良かったですね。きっしょ、これ。イエス。インボーカー。ウィーハーインボーカーになれるのか否か。スワップされた。これでスター上がる時間が稼げてる。うん、稼げませんでした。ライオン来たらワンチャン助けられたかもしれない。ワンチャン死んでた。いや、まだ負けてるよ。これさ、倒せたよな、最悪こいつは。ただ、ナイトストーカーに2人とも美味しくいただかれる可能性もあったけど。ローシャン行くんかな。いや、スペックを殺しに来るのか。ドラムやね。ローシャンだ。これは早いですよ。早いですよ。ライオンさんが行ってる。ライオンさん行ってる。ビーム打ちに行ったらいいんじゃない？行かないね。ドラブレンジャーなんぼ ?60 ぐらいじゃん、もうこれ。46だったら全然だ。けどさ、46がさ、なんぼ ?1、2、あ、2人だけだった。100だって。これ取られましたね。シルバーエッジでパッシブを消すという手。パッシブ消すの？あ、スペックか。そう、毎回いけたらいいけど、ドラムできたで。あとバンティーハンターがいるからね。お小遣い稼ぎマンいるからね。カンパある？いやー、スモークが上がってない。どっちも上がってない。バンティーハンターに先見つかったら終わっちゃう。あー、バンティーハンター死んだ。これ見られた。ザップゴーストウォーク。ゴーストウォークでなんだっけこれ。ウィンドウォーク、ウィンドラン。来てる来てる。ダガーナイ軍団がアガニムできた。裏から来てる。裏からライオンだ。裏からライオン行かない？じゃあもうカメラクソすぎるやろ、これ。あー、削られる。けどイージスあるからね。裏から来てる。スモークだから見れない。パコパコできなくなるの。いや、これ時間稼いでるやつや。ひゅー。あー、死んじゃった。うまいことイージス消せるかなと思ったけど消せませんでした。ナイスライオン、ナイススタン。ビーム打てるやつはいない。マニアメジャーのチケットめっちゃ安いけど次は行く？行かない。マニアメジャー、いやけどあれ1日だよ。1日の値段だよ。どうしてじゃないか。1日1000円とかだよ、高いところ。1000円から250円。まあそんなもんでしょ。ビーム打ったけどそれじゃないんだよな。それじゃないんだよ。うわ、減った。バーンティアンタってもういいって。ああ、浮かされてる。これもうぐちゃぐちゃや。バーンティアンタが死んだら痛かったな。あそこでイージス使わせれたらよかったけどね。ダメでしたね。シルケン減る。ドラブレンジャー削ってくる。フィリピン行くの怖い。さ、マニラメジャーのさ、トリップアドバイザーかなんか見てて、あの会場ね、会場見てたら、行くまでになんか財布捨てられましたみたいなのが一番上にあって、まあそんなんばっかじゃないんだけど。なんで飲み込んずっと止まってたんだろう。動かしてなかったからじゃない。そんなん見てなかったです、僕。エルルズセプター。けど、サード折れてないんだよね。あと、セカンドとファーストがあるんだよね。なんとかマニラメジャーで世界にフィリピンの良さを知ってほしいね。うん、まあそんな悪くないんじゃないの。有名なとこでしょあそこ。場所はその前に ESL があるからね。同じ場所で。治安が悪いとこは行くべきではない。チャイナとどっちがスタック良いのかな。わかんない。有名だよ。有名だよねあそこ。だから大丈夫だと思うけどね。今回と比べればどこもええやろ。最後の最後になんかもう部屋ぶっ壊され事件があったからな。ショッピングモールとかあるらしい。吉野家とかあるらしいよ。三等家とか。ちらっとだけ調べたんだけど。5分リサーチ。困ったらサポート打つのやめろやこのクソカメラ。イカだ。倒してこうなったレベルの荒れ放題だったもんな。日本人結構いる。いるやん。だから結構メジャーなとこっていうか、なんかそういうことだよね。フィリピンもピンキリやもんね。セブ島とかなんかすげえ観光地やん。ちょっと不良が多いぐらいじゃないの知らんけどな。いやけどちょっと行きたい気持ちあるけどね、フィリピン。まあいいかな。まあいいかなって感じ。ちょっとさすがに一人はな、さすがにギリスウェーデンぐらいかな。ヨーロッパ不良ってわらわらって言ってるのかな。セキュリティ高いホテル泊まれば問題ないよ。そういうことか。そう高くなるでしょ。何もやすんだろうな、ホテルやったら。そんな超ええホテルじゃなくても、日本大使館もマニラにあったはずだから、パスなくしても大丈夫。なくしたくないよ。だってもうそれ取られるわけでしょ。俺が2人に増えるわけでしょ。おお、こら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 、ライオンさん、もうビーム打っとけって、打っとけって、いけ、はい、ビーム、あれ、あれ、あー、それじゃない、あれっつったの俺だけど。すごいすごい、スペックいってる、スペックいってるけど、それ追いつけないよ。コピーとかいっぱい持ってくわ。いやコピー持ってたらコピーパクられたらそれはそれで危ないやろ。2人やられちゃった。インボカ倒した。スペックはあんまできなかったね。やっぱあれ追っちゃいかんて。夜のナイトストーカー無理だよ。足遅いやろ。ほら早いわ。早いけど追いつけないやろ。しゃっくりしたけどそれは前行き過ぎやわ。俺の右クリック失敗した時と一緒やん。サイレンス入れてるけどコピー持ってかれても問題ないべ。シクシクしてる。嫌じゃない。それがなくなったらなくなったで。シャンシャン減る減る。いけライオン。けどもうビームがない。ナイス。船側に勝ったチームは全力でダイナ乗ってやじられる。フナティックはあれだよ、マレーシアだよ。あそこ全返されてしまったんやけど、パスなくした場合きちんと被害届け出してから大使館行こうな。そうそうそう。俺さ、スウェーデンではもうポケットのケツポケにさ、別に財布ズボッてやってたけどさ。っていうかあそこは普通にあれでしょ、その治安が悪くないんでしょ。なんかカバンとか結構普通に日本と同じ感じだった。空港に犬連れてきて散歩来てたのはすげえビビった。チケット安いし絶対キッズも来たそう。どうだろうな、そこそこ金持ってるしかいけないんじゃないかな。貧困さ激しいとこ行かなきゃええねんけど分かんないから行かない。怖いから行かない。アイテム見てみよう。もうドタ、もう飽きてきちゃった。フナテック一人ピノイおるやん。向こうのキッズにとっては大金や。ミコン次何行くかな。アガニムで夜めっちゃ見る気や。めっちゃ見る気ってない。鳥取メジャーとかないん。ないやろ。砂丘。次何行くかな。ウィンドレンジャー。ダグ。日系人いるフィリピンのチームどこだっけ。ミネスキーだったかな。もうどっか行ったかな。忘れたわ。ミネスキー。ライオンがいなくなった。まだいるんかな。長谷川亮君だったっけな。マニラメジャーチケット取れんのかな。西にも日本人いるぞ。もういないよ。 E ホーム行くんでしょ。メガスワップスレッド見てくれ。例えばさ、上海メジャーってさ、なんか VIP はお土産もらえるんじゃなかったっけ。人間巻いてもらえてないのかな。まあいいや。 PPY がツイートしてたけどさ、10ドル払えば飛行機の中でもインターネットができる。けど10メガバイトだけ。後ずって 8.5 キロやったんや。このツイート開いた時点でもう5メガバイト消費みたいなやつだよ。ディアーバル。With the Manila Major チケット being sold。 チケット安すぎだろ。Can you please limit the ticket buying to about maybe to 2,3 万にしてくれよ。Shameful dismay my sound. Scalping is not rare practice. そうだな、よく考えたら、あそほど買って、あれか、リセールされるってことか、転売されるんか。アジナベジャいつから10日ぐらいからだったっけ、販売なんか考えてたよね。え、速度じゃなくて10メガバイト分しか通信できんの？確かそうやったと思う。パケットを買うみたいな感じでしょ。多分ね、俺が英語読めてない可能性ね、よくあるから。あ、ライオンさんそれ見られてる。スワープ。ライオンさん。それに合わせて突っ込んでくるナイトスとか、そして割られる。いやー、ラクリティ強い。シャゴン。靴切り替えるだけですごい見えるね。じゃあラクリティ切れただけだった。すみません、嘘つきました。シャゴン。アルティメイトはあるな。あるけど、これラディやな、こっから。これ粘れる。あ、もうなんだかんだで全部いかれてんだけど。いや、ライオンさんもう、うろうちょろしてあかんで。早い早い早い。割れるの早い。見えんの全部まだ見えない。スペックはちょっともうこれはいけないですね。僕は後ろで見てる。ナイトストーカーの盾、最強の盾。さすがにもう20分原地側勝てんな。いやそんなことないでしょ。ライオン先輩怒ってログってる。いけてない、いかなかったね。めっちゃ追われてる、めっちゃ追われてる、めっちゃ嫌がせしてる。一応次ローシャン取るんちゃう？もうすぐ枠でこれ全部押してローシャン取ってって感じじゃない？いやこっちがローシャンいったらまた別になるけどな。いかないよ。マップコントロールチンコできてますね。きちんとはなぜチンコになったのか。いい危機管理能力ですわこれ。いや、いると信じてる。スモークはまだ切れない。あああああ、これはしゃあないわ。これ、殺しに行こうとしたんだよ。釣ったんか、これ。釣ったんだらなかなかのもんですよ。これを釣ったら、もうそう。ビーストマスター。オドムでドロレンジャーです。これ他のレーン押したいよね。ウィンドレンジャーがシャックル入らない。挟んでる。挟んでる。夜にした。夜にした。夜にしてコーナー巻いてる。いや、ライオンが来てる。スタンはあっちには入らない。あらら、出た。あらあらあら。これは雲行きが怪しいですな。シャカシャカシャカってくしゃん。一番投げようとしたら失敗した。死んじゃう、死んじゃう。空っぽやん。危ない、危ない。ドロレンジャーがいる。ドロレンジャー、今のうちもう危ない、はかどるぜ。ローシャンはもう湧く。見られてる。うわ、これ傷んでる。ヒールしたらね、帰ってくるな。めっちゃ見てる。1、2、3、あ、見てる。見てる。2人とも見てる。2人とも見てる。ライオンがピンピンしてる。まずいな、これ。めっちゃ戦ってる。誰も知らない戦い。くっ、バレた。あ、これみんな集合するかもな。陰謀か。トラベルあるからな。ライオンさん、ライオンさん打開できるん？パイライダーならもうできてたで。毎回命投げ出してビーム打ってるからな。ビーン。ライオンまだ見てる。ライオンまだ見てる。ファンティアンダが出場していったけど、ここ置いてあるやろ。あ、見られてるね。ここにも置かれてる。ん、これもういけないですね。カンパ置いたのはここで見た。つけてる。これ入るんだよね。マナクツだからレンズじゃないの。これパトロールしてんの？それともシフト？あ、これシフトやな。これシフト予約ですね。当選簿してる。あ、これファンティアンダ死ぬか死なないですね。スモークは見れてないよね。この間にドローレンジャー一人でやるやつ？スラダーは何買うの？ホースタッフですな。ディエディエのリオンめっちゃうまかった。うまかった。昔はディエディエディエだったのに。全然大々だよ。ああ、ちょっと待って、これは大々だや。あかんわ。ライオンいかんわ。なんでそんなフラフラ出ていってしまうん。計画通りですな。しかも一人食えたし。おいちおいち、勝ったんちゃう。これでもうラックス1個はいけるやろ。ラジできてないやろ。まだできてるわ。ラジできたけどな。お願い出すと入りましたね。ロッシュを確実にするよいダンクですね。よかったですね。打ってなくなってない。まあ、バウンティーハンターは分かったけど、ライオンがちょっと情報共有できてませんでしたね。知らんけど。アガニウムできた。貧乏球がはかどる。スポーツスタッフができた。ダガー持ってる。アルティメイト出し、アルティメイト、ダガー、飲み込んだして、ダガーして、アルティメイトして1番にしたらもういいよみたいな。ライオンさんまだレベル 1やん、アルティメイト。ドラウレンジャー。そうだった。シャックル当たったけど。あっ、帰ってこれない。かっこつけた結果これですわ。シャカシャカ。あー、ウィンドレンジャー死んじゃいかん。BKB つけてる。誰が黄色になったの？黄色じゃないわ。アルティメイトの音だった、あれ。わっ！あ！シャックルタレに入ってる。いや、ダメだ、死んだ。あ、強い強い強い。ウィンドレンジャー強い。強いけどダメだ。強くのアルティメイトはマナがない。なんなんこの優しいスワップ。もう帰れや。あるわ。BKB 使った。いけ、アルティメイト。今や！ウィンドレンジャー強い。きたー！みんな当たらない。なんだ、何パーだっけ？ 14、7% ぐらい。ラックス片っぽいけたぜ。ドドーン。あー、そっちに逃げちゃいかん。スワップし、スワップ。なんだっけ、あれ。なんかしたけど、ラガーで逃げた。あー、待って、私じゃん。ナイトストーカーのこの圧力。結局、ここも行かれたし、ここも行かれるやん。頑張れるか？もう頑張れない？ああ、死んじゃう。ああ、殴られたら死ぬ。逃げた。セーフ。ああ、死んだ。毒でしたね。一発殴られたのが痛かったね。なんか持ってないのにね。普通に強いね、殴り。全部倒せたけどな。まあけど、これはもう大体こんなもんでよかったんでしょ。ライオンだが変えたやん。よかったやん。よかったね、ライオンさん。もうカメラ疲れたからやめるね。お金差は1万円。イエンペソの P ってさ、あれみたいだよね。なんか音符みたいだよね。知らない記号が出てて、あのドタツーの公式サイトね。マニラメジャー開満出勤ですね。なんかなあ、ペソかなと思ったらやっぱペソだった。司会マンになった。司会ってあれでしょ、すごくウケるとこでしょ。塩分濃度がこういうとこ。だが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 、しかしだがだがだが飲んだら喉ゆきそう。だがだが何を足かい。溺れたら大変やな。溺れないやん、沈まんから。 DD や。オーラが72になりまして、インボーカー。さあこれ初めてのマイナスなしでのサードじゃない？カメラ引いとこう。割られるかな？スペックはやしゃや。あ、これもうただで割られるやつちゃう。うわー、スプリットプッシュされてる。ナイトストーカーがアルティメイト使った。全部見えてる。割られた。まだめっちゃタワー残ってるやん、これ。厳しいですね。厳しいですね。これ死んでもいいもんな、別に。一回ワイプしてもいいもん。これ最低でもタワー取れで。いや、ラックスまでいけるな、この感じは。いや、もう行った方がいいんじゃないの？まだ我慢すんの？いつまで我慢するん？もうこれ割られるで。ナイスライオン！ビームスタンして。BKB ついたけど死んだ。即死こいた。ミンドレンジャー強い。あとラックス1個残ってる。そう、ラックス1個残ってりゃいけるから。攻撃しにいけない。じゃあなんか追っかけっこしてる。シュカッ。あと1人浮かしてる。ダガーはああダガー使ったつもりだったんだろうな普通にクールダウンだったから殴られたとかじゃない。出会ってしまう。あ、出会っても分かんないよこれ。あ、ウィンドレンジャーがダガー、あ、見えてないわ。あともうこれだけ800。しかもレンジっていうクソ柔らかい方、回復しない方。つらいな。あれあれ、なんかやってる。こういったんゴーストウォークした。違う、普通に逃げた。見つけゴーストウォーク。ワンテンあった。少し遅かったな。もう少しだったな。ゴーストウォークめちゃ笑ってるやん。522最速やね。522って最速でしょ。何か持ってるかもしれないって。これ割りに行ってもいけんじゃない。こっそり悪いこと考えてる。確実に悪い。だってもう見てやこの顔。めちゃ悪い顔してるやん。帰ったわ。安全確認して。あれ帰らなかった。死んだんかミッケ。うい危ねえ。あートルネード当たらない。スタン間に合うんちゃう。間に合うぞスタン。ヘックスはいける。スタンはそして逃げなきゃやられるビーム打ってもやれないからな。かわいそうならやっぱね、後半はなんかサポート見てるのが楽しいな。もろすぎるから。プロでもフロフロして死ぬ時あるからな。難しいですね。あ、スペックも死んでんじゃん。どこでやられたん。トップでやられたんかなこれ。そうっすね、ビーマ戦やられてるからさ。アイスウォールだ。無情だよなマジで。スペックの怒り。しかしカンパがない。見えない。この間に割るんでしょ。知ってるよ。いつオーバー GG 積みだよ。詰め将棋でした。カムバックこれミッド貫通式無理だしな。最初のロッシュ取ったのが大きかったですね。そうですね、ちょっと覚えてないですけども。あ、あのイージーなやつか。やっぱねスラダーなんてダメなんだよ。時代はタイドハンターでしたね。タイドハンターでもちょっとしんどかったわ。なんだろうな、何が良かったんだろうな。電気消えたわ。11時か。11時に電気切るようになってる。ハッピーディフェンス。ハッピーディフェンス。何がやねん。ビリビリ買ってる。そうですね、ビリビリでも買うしかないわな。こいつ押せんだよ、プッシュマジさっきやって思ったけど。ビリビリ買ったらね、ストレスだいぶ解消されると思うわ。もうおしまいだ。隠れられた。いえー逃げたお前のダガーさ全然当たらんくない。ダガーじゃねえよさ。めっちゃおちょくってるおちょくってる。味方が飛んできた。はめられたー。わっわっわっ。ナイトストーカーが持ってるのかね。1キロスツン。ダメだ、おちょくられてる。かわいそう。もう何もできない。ただ死を待つだけ。これジェイドのやつやな。DMM 面白いな。やる気はないけど。来たぞ。これトルネードだ。あらあら調子乗りを。調子乗り死にました。バイバックして帰ってきた。早い。みんなじゃ逃げている。ビーマスわがねえ。ビーマスなぜブリンクインしたの。捕まった。しかしビーマスは別に死んでもいい。ああそっちじゃない、こっちがよかった。スペックのアルティメイトしたけどこれで誰が倒せんのか。スペックどれ本物かわかんない。影分身の術だ。あスペック禁止だ助けてもらってんじゃん。ひよえー。結構ドロレンジャーは勝ちにいってる。一人クレバーの。ちょっとウィンドレンジャーだけじゃ火力足んなかったね。いやスペックがあれか。やっぱ咲いちゃいかんな。もう4人でも一緒に行くべきだよな。わっ、倒しきれる。かわいそうなライオンは死んでしまいました。お、トレード乗り越したよ。やりますね。面白かったね、このゲーム。じゃん。GG。爽やかな別れ。ラディスペクは重いわ。ラディスペク？そういうわけじゃないでしょ、別に。こけただけでしょ、スペクが。ピック負けか、そしたら。ピック負けやな。これがいかんかった、スラダ。お魚天国いらんかった、多分。いらんかったんかな。答えは分かりません。強い方が勝った。それだけ。これ違うんだよね、もう。スラダーいるならロッシュは取らなきゃダメ。うん。ちょっとここ見てやるか。分かってんな、もういいわ。終わろう。ブハがいらんかった。バンティ、俺はバンティハンター良かったと思うけど、バンティハンター見切ってなかったしな、ジョバン。いや、スラダーがいらんかったんちゃうか。いや、違うかな。みんないらんかった。そうやな。強かった、勝ってんだよ。